スティーブ・ソッパーはイギリスのレーシングドライバー。1982年にデビューし、イギリスツーリングカー選手権に参戦。シリーズ3位を獲得した。また翌年からは、ルマン24時間レースにも参戦し、クラス2位を獲得している。その後も BTCC にも継続参戦し、1992年にはチームメイトのティム・ハーベイのチャンピオン獲得に貢献し、 翌1993年もハーベイに代わり新しいチームメイトになったヨアヒム・ビンケルホックに次ぐシリーズ2位となる。ソパーはこの間ニュールブルクリンク24時間レースやスパ・フランコルシャン24時間レースにも出場し、ニュールでは1987年に総合優勝し、スパでは1992年と1995年の2度の総合優勝を獲得した。 1994年からは BMW、シュニッアーチームから全日本ツーリングカー選手権に出場し、関谷正則、トム・クリステンセンとチャンピオン争いを展開し、5勝したものの惜しくもシリーズ3位となった。翌年も最終戦まで関谷とチャンピオン争いの末、3勝を挙げてシリーズチャンピオンを獲得した。百九十六年からは再びヨーロッパに戻り、 ドイツスーパーツーリング選手権に参戦。アウディのエマニュエルピロに次ぐ、シリーズ2位を獲得している。その後も FIAGT 選手権などでも活躍し、好成績を残している。イギリスサルーン、ツーリングカー選手権世界ツーリングカー選手権、ヨーロッパツーリングカー選手権、ドイツツーリングカー選手権全日本、ツーリングカー選手権ドイツスーパーツーリング選手権。 イタリアスーパーツーリング選手権世界ツーリングカーカップありがとうございます。